はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。楽園融合になりたいリュウです。さあ本日なんですが、まあ今回もね楽園融合を使って最強デッキを組んできたのでご紹介していきたいというふうに思っているんですが、あのね何もねあのデスピア、まあシャドール、あサンダードラゴンあたりだけじゃないんですよ別に。まあちょっとサンダードラゴンまだ動画にしないけど、あの楽園融合で出せるモンスターでね、あの大好きなモンスターがいましてね、このね竜破壊の剣士バスターブレイダーってやつがいるんですよ。これがですね楽園融合1枚から出せるようになりました。はい、あまりにも強い。ドラゴン族モンスターはなんか守備表示になって、ドラゴン族モンスターの効果発動できんっていう、なんかあまりにもやべえ制圧効果、もう完全にドラゴン族に親を殺されているモンスターですね。この、モンスターを今回は楽園融合を使って展開していくというデッキを、組んでおりました。でもね、まあ、基本的にはこのバスターブレイダーはドラゴン族にじゃないとやっぱ効果発動できないので、あの相手がね効果発動できるかドラゴン族じゃないとな制圧できないので、まあ、ドラゴン族にする必要があるんで、まあ、あの破壊剣士の溶乱っていうこのバスタードラゴンね、あの生きる、DNA 改造手術、あのいるだけで相手をドラゴンにするっていう効果なんだけど、まあ、このモンスターを出すための、まあ、溶乱とか、まあ、トラップトリックあたりは、あとあのあれね万竜あたりはやっぱ入れないといけないんで、この辺はちょっと入ってるんですが、やっぱね楽園融合で何が強化されたかっていうと、まあ、そもそもまず、まあ、バスタブレイダーも出せるし、ミラージュードも出せるっていうのが、まずそもそも強いと。で、さらに、バスターブレイダーを出すときに、ちなみに融合順位生物光をね、使って出していくことが多いんですけど、融合順位生物光プラス、まあ、アルバスで、アルビオン出して、で、アルビオン効果でこの光と、アルバスの楽園を、除外するとバスターブレイダーが出ると。これ何がね強いかっていうとね、この破壊剣士の万竜の効果で持ってくれるこの溶乱で、溶乱は何するかっていうと、デッキから破壊剣カードとバスターブレイダーを、墓地に送ってなんかバスタードラゴン出すっていうね、トラップカードで進行していく効果なんだけど、この溶乱で落とすカード、破壊剣カードをこのドラゴンバスターブレイダーにできるんですよね。今まではこの溶乱で落とすカードを破壊剣士の追憶にして、で破壊剣士の追憶と、まあ、あのバスターブレイダーみたいな融合召喚をしていたんですが、ここの溶乱の効果でドラゴンバスターブレイドを落としてドラゴンバスターブレイドそのまま装備するっていう動きができるんですね。竜破壊の剣士バスターブレイダーに、まあ、今までもね一応ねソリティアをかませば一応なんとかなったんだけど、まあ、だいぶねやっぱね、その一番初動がだいぶ増えたから安定感が出た、このデッキ。今までは本当にね、万竜に頼りっきりで、万竜引きなんてマジでゴミだったんですよ、このデッキ。なんですけど、楽園融合とアレベルと、楽園開幕が引き出れば、とりあえずはまあ、ミラージェイドは最低限出ると。で、さらに上振れると、破壊剣士も出るし、万竜も、破壊万竜の方も並べられるということが可能になりましたので、非常にですね戦いやすくなりました。コンボが揃いやすくなった。でこのデッキ、まあ、やっぱ弱点ですね、どうしてもねあるんですよ。これ何かっていうと、やっぱね万竜とかバスターブレイダーどっちかを処理されるか、または全部っ破されるとマジで弱いんです。これねバグだと思ってて、このね破壊剣士の溶乱っていうカードが、これは一応除外すると破壊剣カードが戦闘効果高さないっていう効果が一応あるんだけど、その破壊剣カードじゃないんですよこいつら。これバグってると思うんだよな。まあ、毎回思うけど、これさ竜破壊の剣士じゃなくてさ、竜破壊剣士でいいと思うんだよねこれ名前とか、あと破壊万竜も破壊剣万竜でいいと思うんだよねこれ名前。これなんかどう考えてもなんかこれデザインなんかおかしくて、破壊剣士の溶乱でなんかなんでこの2体守れないみたいなとこあるんで、ちょっとこれ守れるように選ったしてほしいんだけどさ。だ要するに何が言いたいかというと、弱点があると。結局そのこいつら結構処理されやすいですよ、怪獣とかでもダメだし。なのでまあ魔法トラップだけはね、やっぱドラコバックとか今結構あるじゃん、流行ってるし、まあ普通に楽園融合とかも打たれるから、だからそういうカードをまあ広く見て、まあやっぱり無効化できる、まあ、紙線はちょっとやっぱまあ 2,3 枚入れとかないとダメだなっていう風に思いました、ね、やっていて。で一応トラップ取り書いてるから、まあ戦線復帰は2枚でよくて、でまあ一応楽園融合あるんで、もうどうせバスターブレイダーもう融合できるから、追憶とかいらないなと思って、まあ、一応1枚入ってますけど、1枚だけ入れました。はい。でまああとは適当に楽園融合打っといたらいいかなと思うんで、
かなりね回しやすくなってるんで、ぜひねバスターブレイダーが好きな方は回してみていただけると嬉しいなと思います。別にめちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、やっぱねバスタープレイヤーってね、なんか相手が何もできない様を見るのが楽しいんだよね。うん、このなんか相手がさ守備表示になる瞬間めちゃくちゃ気持ちよくない、あれなんかパコンって守備表示になるのあれめっちゃ気持ちいいから、ぜひね好きな方はぜひ使ってみていただきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、オッケー。わ、割と強い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 ですよ。とりあえず楽に開幕はスタンバイフェーズに打ってですね、まあウララエフェクトベーラーなどなど、まああの辺をケアしていきたいといったところ。さあとりあえず破壊剣バスターブレーダーを墓地に送り、アルベルを特殊召喚していくぜ。アルベルは特殊召喚に成功した場合、楽にマジックトラップカードをサーチできる。さあ貴様も何度も食らってきただろう。おっと無限保養きた。なるほど。いやこれね、無限保養持ってる場合はね、楽融合から出てくるねアルビオンかルベリオンに打った方が俺はいいと思うんですよね。皆さんはどう思いますか？俺はなんかアルビオンかルベリオンに打った方がいいんじゃねえかなって思う。だってすびきがあるからさ、結局すびき楽園融合の裏目めっちゃでかいじゃん。だからもうアルビオンとルベリオン、あ裏がない場合ね、アルビオンとルベリオンに打った方がいいんじゃねえかなって思ってますけれども、まあ、とりあえず破壊剣の破壊剣士とか破壊剣士のバルリューの効果によってバスターブレイダー扱いになっている。破壊剣の使い手バスターブレイダーを特殊召喚するぜ。そして楽園融合発動。楽園融合の効果により楽園竜アルビオンを融合召喚するぜ。融合順位生物光およびアルバスの楽園を墓地の奥に現れよ。融合召喚楽園竜アルビオン。さらに楽園竜アルビオンの効果発動。融合召喚に成功した場合、墓地より素材を除外してなんと史上最強のモンスターを融合召喚できるんですね。さあ行くぞ。アルバスプラス融合順位だこれ。アルビオンやんねえか俺。アルビオン何よ。アルビオンプラス融合順位生物光で融合召喚。現れよ流派界の剣士バスターブレイダー。かっけー、かっけー。カードを1枚セット。さあこれでターンを終了するぜ。さあ貴様のターンだ。これによって、破壊剣士の溶乱を発動。破壊剣士の溶乱の効果により破壊剣ドラゴンバスターブレードを墓地に送りながら、なんと破壊万竜バスタードラゴンを特殊召喚できる。お前ら今からドラゴン族な、お前ら今からドラゴン族だからよろしく。さあ破壊万竜バスタードラゴンの効果により墓地に存在する破壊剣バスターブレードをバスターブレーダーに装備。うわっつえ最強うわ最強。これ楽園融合プラス破壊剣の万竜の2枚からいけます。この盤面最強すぎませんか？相手の盤面が全部ドラゴン族になって、うわエルドレッチとかだとちょっと微妙だな魔法トラップ強いデッキにはねめっちゃ弱いんですよね。このデッキモンスター効果で展開してくるデッキに対してはめっちゃ強いんですけど、あ、フワンダリーザクソ強いじゃん。フワンダリーザだクソ強い、効果発動できないもん。さあイグルに召喚するがアップいってなってさあ発動することはできない。なんでかってお前はドラゴン族だからだ、お前はドラゴン族だからな。さあどうする。イグルのサーチ効果使えないぞ。もう召喚器使ったらカードを1枚セット。おっとそんなクソな展開で終わるんですか。残念ですね、バリ弱いんですけど。鳥かと思ったらドラゴンだったわあいつ。くそ。とりあえず破壊剣士の万竜くんは回収してこれアービス出しに行きましょうか。破壊剣士の万竜の効果も発動するぜ。破壊剣カードを1枚墓地に送り自身を特殊、回収していく。おっとフワンダリーズと夢の街発動。なるほど、フワンダリーズと夢の街を発動し、フワンダリーズを一体召喚することができるが、なんとドラゴン族になるため召喚したところで効果は1ミリも発動ができない。残念すぎますねレベル4以下の超獣族を出したし、あいー出した瞬間にドラゴンになるから、あ、鳥じゃないからお前、お前ドラゴンだから。このなんか問答無用で横にするのめちゃくちゃ気持ちくないですか。すげえ気持ちいいんだよね。なんかそのちなみにあんまり強くはないですこのデッキ
通るね。なんか、結構ね、返されんだよ。例えば、金敵とか、あと普通にライストとかもめっちゃきついですね。あと、サンダーボルトとか。じゃあ、なんかバグってはして、こういった、このデッキ、なんか破壊剣士の妖乱っていうこのカードあんじゃん。あ、これ墓地から除外すると、破壊剣カードを効果破壊から守れるっていうね。一応、そういう効果があるんですけども。なんとですね、破壊万竜バスタードラゴンも、破壊剣、竜破壊の剣士バスターブレイダーも、破壊剣カードじゃないんですよ。バグってますよね、これ。どう考えても。これデザインミスだろ。これデザインしたやつボーナス勝っただろ、俺完全に。これでいいのか。これで融合して、竜破壊の剣士、バスターブレイダーを融合召喚。こいつさ、なんかさ、竜破壊剣士でいいと思うんだよ、名前。なんで竜破壊の入れた？あと破壊万竜もさ、なんで破壊万竜にした？破壊剣の万竜でもない？絶対おかしいわ、これ。なんかさ、普通にそのサンダーボルトとかさ、ハーピーの羽毛器、まあ、ハーピーの羽毛器はあんま聞かないけど、サンダーボルト、ブラックホール、まあ、ブラックホール入ってるか、ライトニングストームあたり、めちゃきついんだよね。まあね、OCG の方ではね、サンダーボルトが3枚積みできる今時代ですからね。ええ。まあ、肩身が狭いですよ、バサブレイダー君は。まあ、言うて、マサデルはね、サンダーボルトそんなにいっぱい入ってないから大丈夫。さあ、バスタードラゴンを、シンクロ召喚して、まあ、シンクロ召喚っていうかトラップカードの効果でインチキ召喚して、で、竜破壊の剣士バスターブレイダーにドラゴンバスターブレイドを装備して、お前エクストラデッキからモンスター出せねえから。あ、ちなみに、このドラゴンバスターブレイドだけは、溶乱の効果で守ります。だから、例えば、ハーピーの羽毛器とか、まあ、サイクロンとか、そういうカード、アラメシアの儀はね、めっちゃきついね。ドラコバックガチきついんですよね。ドラコバックとかいうカードクソきしょくて、でこれマジでうららに墓言われたらドラコバック一発で戻されますから、ワンフォーワンはまあよくて、ワンフォーワンももうもはやよくて、これ旅路に打たないと絶対にドラコバックだけはサーチ出しちゃいけない。青眼ね。なるほど。で旅事故か。でもこれここよ、これここ打てないと思う。これここにうらら打てないと、もうグリフォンライダーどうでもいい。正直グリフォンライダーは正直どうでもよくて、ドラコバックスだけはね、なんとかしなければならない。さあドラコバックがスタートできなかったぞ。うわ、グリフォンライダーはいい、大丈夫だ。グリフォンライダーぐらいだとどうでもいい。ドラコバックスすりきしてたらもう切れるぞ俺。グリフォンライダーはいい、それはいい、全然いい、問題ない。かかってこい、グリフォンライダーかかってこい。お前ドラゴンだからな。お前ドラゴン族だからな。っていうか、そもそも このデッキドラゴン族やんけ。6800! ロード・オブ・ドラゴン出た。ロード・オブ・ドラゴン。ドラゴンの独裁者。ドラゴンついてるくせにドラゴン族じゃないけど、お前ドラゴン族にしといたわ。お前ら今からドラゴン族だからな。お前ら今日からドラゴン族な。さあ、どうする？エクストラデッキからモンスターを特殊召喚できねえから。おっと、これでエンドだ。よっ、来た。おわわわわわ、なんか右側になんか白い石みたいなやつがなんかあれだぞ、なんか可愛いなあいつ。白い石ころみたいなやつがなんか置いてあるぞ。石ころ蹴飛ばすか。とりあえずデスピアル統計アルベルを召喚し、アルベルの効果を発動するぜ。アルベルの効果によって楽園系のマジックトラップカードを1枚。ああそれはいいわ。オッケー、大丈夫だ。このターンに殺せば問題はない。勝てはいい。このターンにドラッグバックサーチされようとなんだろうと。そしてアルベルの効果により楽園、融合を手札に加えていく。そして、楽園融合を発動。楽園融合の効果によりデッキより、これは直ミラか。ああでもアドリビでもいいのか、ルベリオンでいいか。ルベリオンでこれデスピアンしてアルバスしてルベリオン戻さないといけないですよね、これね。コストをね、ルベリオン出してアレバスの楽園を一応戻しておかないと、次のターン、もし万が一ね、万が一何かあった時のために、相手クイボール持ってるかもしれないしな。相手もう一枚手札の残り、もう一枚クイボールかもしれないからさ。さあデスピアンの効果によってアレベルを手札に加えていく。さあこれで次の楽園融合の準備万端だぜ。あー出せだ、いろんなモンスター出せんのおい。まあ、とりあえず、アルバスと、それから、ルベリオンで、融合召喚。現れろ、危険竜、ミラージェイド。はい、最強。はい、最強。
で攻撃表示変更して、で破壊剣士の万竜の効果発動、自身をリリースして墓地よりバスターブレイダー特殊召喚、うおーつえバトルだ、くだばれドラゴン族どもか、うわー8800貫通つえつえ最高に楽しいけどね、こういうなんかさ、なんかそのなんだろうな、決まりゃすごい強そうに見えて一発で返されそうなデッキってなんかちょっと楽しいよね。楽園があるのか、開幕か、じゃあ、赤の楽園もあるな、赤の楽園持ってくるのもあるけど、赤の楽園1あるけどな、まあ、とりあえず開幕でいいか。これで楽園融合発動は、さあ楽園融合の効果によってアルビオンを出していくぜ。アルバスの楽園と融合住人生物光を防止しなくて、そしてアルバスじゃねえアルビオンを特殊召喚していく。トラップトリックあるんで一応いきますね。でアルビオンの効果発動、アルビオンの効果によってドラゴン族の魂とバスターブレイダーの魂をゲームより除外するぜ。うわー融合召喚、これあれだな、アルバスいるから、これあれだったな、赤の楽園でよかったな、これ赤の楽園でをセットしておいたらあれだったな、あの一応ガーディアンキマイナ出せる構えできたな、これアルビオン除外してたら。なるほど、これはねちょっとプレミしましたね、赤の楽園でよかったですね、これ。まあいいや、これで、まあ、一応これで、バスターブレタ盤面は整ったので、これセットして、で、まあ、一応セットしといて、まあでもこれ赤の楽園があることによって破壊耐性がありますからね、融合モンスターワンチャン耐えるみたいなのがあるから、バスターブレイダー君は例えばなんか全体除去みたいな、あの効果打たれても楽園開幕で墓地を送っておいて破壊耐性があるというスタイルはある。さあ破壊剣士の溶乱発動して、そして破壊剣士の溶乱を発動するぜ。さあ破壊剣士の溶乱の効果によって、破壊剣ドラゴンバスターブレイドと、それからバスターブレイダーを墓地の送り融合召喚。さあ現れろ赤い万竜バスタードラゴン、お前ら今からドラゴン族な、お前ら今からドラゴン族だからな。お前ら今からドラゴン族だからな。とりあえず破壊万竜バスタードラゴンの効果によって、竜破壊の剣士バスターブレイダーに、ドラゴンバスターブレイドを装備し、そしてこれ打った方がいいな、一応破壊耐性を付与しておくぜ。さあ、増殖するじとかいうガチでいらねえ2枚かぶってるカードを1枚、墓地の食って、そして、デスピアの道家アルベルを特殊召喚していく。いやーこれなんかあれだったな、別にこれマジでこう赤の楽園の方が良かったかもしれない。で、アルベルを特殊召喚した時の効果を発動するぜ。さあこれで皇族の楽園融合を加えておく。まあこれで最悪この盤面が返されても次のターンミラージェードすればいい。俺はよしかかってこい、モンスターめっちゃ危ない。出ました、これなんですよ。これな、これおかしいよ、これ絶対にバカにしてんのか、このなんか行乱とかいうさカードでさ、なんで守れないのこのなんかその万竜くん、いや万竜守れなかったらドラゴン認定できねえんだよ。嘘だろ。いや無理。あでも一応アルビオン墓地行ったわ、アルビオン墓地行ったわある。ジズキエル君とサンダーザキング君ね、オッケー。これなんでこれ守れないの。わーっと相手の楽園開幕だ。さあ相手の楽園開幕によって普通に楽園融合してくるスタイルやばいぞ。ほう、なるほど、あ裏ラ来たワンあるんじゃねえか、これ楽園融合止められるんじゃん。はい。で楽園融合って持ってくるのは別にいいわな。オッケー。でドラマトリギアな。オッケー。いやワンあります。
これは。で、薬品持ってくるよね。オッケー。オッケーオッケーオッケー。オッケー。よし。行け。発射。幼女発射。さあ、融合を止めてこい。お前の仕事だ。よし、リゾール来た。オーケーあるぞ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 全然あるぞいけるぞ諦めるな最後まであれはその時何ブラックホールやばいこいつどんだけ全体中に入ってるあればその楽園とあこれバスタードくんですかあ違うアルビオンかアルビオンあやばいアルビオンやばいアルビオンはやばいえあれ？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 俺占ったんだけどな。あれ？俺占ったよね。あれ？俺楽園融合に占ったはずなんだけど。なんでこんなことになってるんだ？おかしいぞ。あれ？おかしいぞ。おい、このゲームおかしいぞ。